ミルフォードへ向かう路上のホーマートンネルの近くにあるフィオルドランド国立公園内のマリアンコホーマートンネルの西の入り口から眺めた冬景色フィオルドランドはニュージーランドの南東の南西端サウスランドの西海岸に位置する地理的な区域であるその大部分はフィオルドランド国立公園に包摂されておりこの公園は12,120平方キロメートルの面積があって ニュージーランドで最大の国立公園で世界でも最大級の公園の一つである。フィヨルドランドの大部分にはサザンアルプス山脈と太陽に使った険しいその西側の谷がそびえている。地形はおよそ1万5000年前に氷河に削られて形作られ侵食は続いている。フィヨルドランドにはブラウン滝とサザーランド滝が位置しているがこれらは 世界で最も落差の大きい滝の部類に位置づけられる。フィヨードランドという名前は、ノルウェー語のフィヨルドの一般的でない異形から来ている。フィヨルドランドは、数多くのフィヨルドに特徴があり、その中で、ミルフォードサウンドが最も有名だが、ダウトフルサウンドがはるかに大きく、たくさんの長い枝湾を持っている。フィヨルドランドには、ほとんど居住者がなく、ニュージーランドの南東で、 最も人口の少ない地域である。市街地はなく、多くの場所はボート、または飛行によらずして近づくことが大変に困難な地域である。テアナウの外区が近くにある唯一の大きな居住地であり、永住者は2000人以下でしかいないが、旅行者用に約3000床のベッド数を誇っている。最も近い主要都市は、クイーンズタウンとインバーカーギルだが、どちらも 国道94号線経由で、テアナウから1 5 0トル以上離れている。この地域の行政は、ワラス軍に吸収されるまで、20世紀の一定期間、フィヨルド軍として行われた。1989年以来、サウスランド地方に属している。発電と多少の農業を除くと、観光がこの地域の唯一の主要な経済要因である。旅行者は、 フィヨルドランドで2003年に9200万ニュージーランドドルを消費し、1017人がフィヨルドランドの観光産業に常時雇用されており、さらに1900人が観光産業の関連業務に雇用されていると推定される。大部分の旅行者はミルフォードサウンドに向かうが、よりアクセスが容易なフィヨルドランド東部のサザンアルプス産脈役でのトランピングも人気が高い。 それにもかかわらず、この地方の偏僻さのために観光業にさえ限界があり、主要観光地へ比較的短時間だけ訪れた後すぐに、大部分の旅行者が、クイーンズタウンやインバーカーギルのような他の地域へ戻る、傾向がある。ありがとうございます。